はい、どうもかげです。ライブ選手のみでペナントセースやっていきたいと思います。前回は2位で日本シリーズ優勝したんですけども、今回1人の選手を補強しましたね。オンドルセク投手、ドロップしか投げれない10人に1人の逸材。本当に10人に1人の逸材なのかな、それは分かりませんが、まあシーズンパパッと飛ばしていって優勝できればいいんじゃないかなと思いますね。まあうちはショートがいないんだけどね。毎回というか、前回も言ってたけど、ショートいないんだけど、よく勝てるなっていう。なんでこんなショートがいないのに勝ってんのかな。もしかしたらショートって必要ないのかな、そんなに。そういう説もありますが、ショートが必要ないんじゃないかっていう。アイテムでも買っていきましょうか。はい、はい、はい。チーム愛を上げていこう。ちょいちょいチーム愛を上げてね。でもやっぱ勝ってるよね、うち。何が勝ってるの？ピッチャーが勝ってるのかな？だってショートなんて打たれたら終わりだもんね。ショート打たれたら終わりなのに、全然勝ってるところを考えると、やっぱり守備っていうのはそこまで関係ないのかな？守備よりやっぱ打撃なのかな？この辺のアイテムを早めにちょっと消化してね。お、交流戦か。あー、怪我した中村が。うちあるあるだね、中継ぎが怪我する、まあ、今年は去年よりね、中継ぎが1人増えたんで、去年はね、ちょっと怪我の人数も減るんじゃないかと思いますが、4位だよ。でもうち日程詰まってたらあれだからね、弱いからね。中継ぎがちょっとあれだから、日程がちょっと空いてくるとね、うちもだんだん強くなってくる。浜口3連チャンでいこう。どうしようかな、どこまで飛ばそうかな。じゃ一気にちょっと交流戦ぐらいまで飛ばしたいと思います。はい、それではじゃあちょっとカットします。よし、オールスターまで来ましたね。オールスターゲームについて説明はいりません。何年パワープロやってると思ってるんだ俺も。何年パワープロやってるんだろう。自分も15、6年パワープロやってるのかな。それぐらいパワープロやってるんです。いらないです、そんなのは。今2位か。やっぱ1位は難しいな。カープ強いな。でうちオールスター誰選ばれてるんだか見ていこうか。近藤、大平、菅原、イギリスか。これイギリスって読まないでしょ、絶対。曽我1位か、まさかの。あんま良くないんだけど、能力的には。遊撃手の、オールスターの遊撃手のファン投票の欄に、なんか、水色のやつがいるんだけど。間違ってるでしょ、これ絶対。浜口。面白いな、これ。よし、じゃあオールスターはガンガン飛ばしていこう。シーズン終了まで。今年は果たして順位的にどうなるんでしょうかね。カープの3連戦、やっぱここ大切なんだけど、勝てないか。なんかターン見たいな、ちょっと試合ちょっと1試合見たいな。どれぐらいまで飛ばそうかな。ここら辺まで飛ばして、こっからシーズン見ようか。よし、じゃあこの日につけまで飛ばして、現在2位か。 DeNA と、いい勝負ですが、カープとの3連戦を行こう。やっぱカープに勝たないといけないからね、うちは。そんなこと言ってたら DeNA に3連敗してしまった。そんなこと言ったらカープ勝つよ。出番プレイやりたいな。出番プレイで、見るのは浜口か。浜口見ようか。よし、ゴー。あれ、ショートがイギータになってる。なんで、あ、怪我したか、これ。怪我したな。ショート山田か。それはないわ。それだったら誰だ、メイだな、ショート。いや、青棒をショートにするか。あー、そこが結構打ってんだ。3割1分6にも打ってる。こう、私打ってないな、全然。よくこれで逆にこれでなんで2位なんだろう。ピッチャー陣かな、やっぱり。ピッチャー陣が先発が頑張ってるからか。大平か、藤岡。あー、先発だな。先発のおかげで勝ってるみたいなところあるわ。あ、ファースト中村って、中村翔成かな。中村翔成はもう早速ファーストに転向したのかな。肩強いからサードでもいいけど、サードメヒアか。あれ、おかわりくんいない。あ、ファーストおかわりくんか。あ、エルドレッドいないんだ。へえ。サードメヒア、セカンド阿部か。やっぱカーブ強いな。誰だろう、先発投手は。37番。あ、大瀬良か。あ、14番か。37番誰だったんだ。野間か、37って。おかわりくんがファーストか。うちはね、もう下位打線はひどいけどね。2回の表、
浜口ミートだよ浜口。3割2分より34本100回、ホームラン浜口。浜口全然ガラガラだな、めっちゃガラガラだな。首位攻防戦ではないか、うち3位だからね。はい浜口33号。浜口ほんといいバッターだなこいつ、特のお化けだからね本当に。ちょっとグラさんと眉毛がダサいけど、なんで眉毛紫なんだろうね、ダサくね。髪の毛ちゃう金髪なのに眉毛紫ってダサ。浜口ね野球は上手いんだけどセンスはないんだね。メヒアサード、メヒアって結構いい選手あるよね。あの2割がブロッコリンか、阿部2割にブロッコリンこれで、へえもっと打つと思ったんだけどね。おかわりは2番おかわりか、すごいな。2番阿部でよかったじゃないか。阿部ってこんな打たないの、しかも阿部対左 G ついてるし、そこまで対左弱くないでしょ。あ西川も対左 F ついてるのか、松山も対左 G ついてんだ。松山対左 G 消してもいいけどね、そんな対左悪くないしね松山実際今年はね。去年はどうか知らないけど、あ阿部うん、平山走ろうぜ、走ろうぜ、平山と平山盗塁、世界で一つだけの盗塁、世界で一つだけの盗塁なんだ。ゲッツー、平山が盗塁しないからな、ゲッツーだったわ。浜口は悪くない、平山が悪い。中田、今日はホームラン打ってますよ浜口。浜口急に強振しだすからね、びっくりするよね。今日は、3打数1安打1本塁打か。お延長戦、あ今村だ、6人目のピッチャー、あーランナーなしか、ランナーいてほしかったね。もう浜口ホームラン狙うしかないよ、意外性ついてからパワーええなってからね。浜口あーん浜口、あーさよなら負け、あーオンドロセクが打たれた、オンドロセクダメだよ打たれた、オンドロセク2勝4敗4連敗かこれで。もう中継ぎ適正がみんなついてきた、どうだろうね今年。ちょっと2位も危ういなこれ。やっぱショートがいないっていうのが一番あるよね。やっぱショートを取れるかどうかだね。取れるかなショートを、うち。ちょっと来年ぐらい取りたいな、ショート。もう引きたい。俺、運で、くじ引きの運でね。もう運を持ってショートを引く。でも2位だったら1人しか引けないんだよね。2位にはなったら1人しか引けないけど、2位になれるってことは1位になれるチャンスがあるってことだからね。でも去年30何ゲーム差から今年 6.5 ゲーム差ってことはだいぶ縮まったな。だいぶ縮まったな。もう今年はちょっと優勝は厳しいか、優勝しまった。広島が優勝したけど、今年は 5.5 ゲーム差、4.5 ゲーム差、そこら辺まで差は縮まってるんでね。来年こそはちょっと優勝を狙えるんじゃないか。そういう風に思います。よし、クライマックスシーズン行く前に、うちの選手のシーズン成績を振り返っていきましょう。どんな感じだったのかな、みんな。243イニング18勝5敗いいね大平。 V スライダーえぐいからね。サブマリン、アンダースローだったんだお前。お前アンダースローだったんだ、しかも左のアンダースローか、すごいな。240イニング、203うち200イニング超え4人いるからね。10勝15敗、リテンダーが3人か、すごいな。中村中継ぎでしょ、中村中継ぎで79球飛ばしてるわ。この2人はちょっと長すぎ長すぎだな。オンドルセクが意外と投げてないんだね。もっとオンドルセク、あでも今年怪我人全然いなかったな、それはやっぱりいい点だな、そこはいい点です。吉村も 3.99 か、これで逆に 3.99 で抑えれるんだね。なんでなんだろうね。 3.9 1勝2敗 4ホールド6セーブ、ジャイロボールかな、ジャイロボーラーだからかな。だってほとんど能力変わんないのに防御率が全然違うもんね。やっぱジャイロボーラーってすごいんだな、ジャイロボーラーってすごいんだ。浜口と成績落としたね。3割3分で42本、ちょっと打点とホームラン増えたけど打率が減ったね。ちょっとパワー型になったのかな、 OPS でもあんまり変わってないか。ってことはそこまで不調ってわけでもないんだ、そこが今年良かったね。
113の点。菅原が1番。平山 SA なのに全然打たないな。やっぱ特能ゲーみたいなとこあんのかな、この世界は。この世界はやっぱ特能ゲーってとこあんだ。おお、ショートで1年間活躍してくれた河野さん。今年の成績はこんな感じでしたね。クライマックスシリーズでいこうか。スキップで。クライマックスシリーズ第1戦ぐらいはね、スキップでパワッと勝っていこう。あ、負けだ。パパッと勝ってこう、パパッと。あよー今年終わった、シーズン終わった。やべえ、今年も無理だったか。まあ、しょうがないね。まあ、それはしょうがない。DNA は果たして勝つことができるのか、カープに。勝ってほしいね、DNA には。あー、負けちゃった、カープか。日本シリーズはカープです。カープとライオンズ。ライオンズ強いな。どっちが勝つんだ？お、ライオンズ。ライオンズが日本一。うちはシーズン終了ということで。年間表彰式。年間表彰式、ゴー。曽我が三塁手、菅原か、浜口3人、ゴールデングラブは平山、浜口 MVP、お、浜口三冠王、首位打者、盗塁打を打点を、すげえ、そして最高出塁最短だ、すごいな、盗塁王が全部取ってる、打撃五冠か、盗塁王は打撃じゃないからね、打撃タイトルではないからね、打撃タイトルで言えば五冠浜口、すげえな、大平が最多勝、最勝率第1位、菅野が最終防御率か、浜口すげえ、優勝チームでもないのけど MVP。 逆にカープすごいな、最多セーブしかいないのに日本優勝ってことはそれだけすごいな。坂本もすごいな、首位打者最高出塁最短だ。最高出塁と最短の同時に取れてすごいね。フォアボールも選んでるしヒット持ってるってことだもんね。違うか、それは違うか、最多四球と最多安打やったらすごいのか。最高出塁と最多安打はまあめちゃくちゃヒット打ってたらできるか。三冠を獲得、野手で最優秀選手、最多勝獲得。いや、三冠は嬉しいね。これどうなんだろう、年俸多分すごいことになるんじゃない。年俸がすごいことになりそうです。あー、すごい、3億7000万。コーチどうしようかな。 AB とかまだ AB はいないのか。じゃあまだこのコーチ行こうっと。浜口すごいな、プレイングマネージャーしてね。しかも4億4000万要求してくる、浜口が4億4000万も要求してくるよ。じゃあちょっと年俸調整していきます。よし、年俸調整終わり。ほとんど変えてないですね、年俸は。まあ今お金はあるからね。でお金少ないでやってるんだけど結構あんだね、お金。やっぱ強かったらお金なんだね。あと、まあうち選手少ないからね、基本的に。よし、ドラフト前で今日はここで終わりにしようか。はい、じゃあ、見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。来パートはドラフトから始めます。終わろうと思ったけど、尺的に続けた方がいいな。尺的にちょっと足りないんで続きます。今年度は2位だったので1人を補強したいと思うんで、じゃあちょっとライブ選手のスカウトを行っていきたいと思います。おー、いいね。カオル。アフロだけど、ファーストか。できれば、ショートが欲しかったけど、あ、そうだ。俺忘れてたけど、サウポチのショート覚えさせたらいいんだよね。なんで俺はバカだったんだ。サウポチでショートを春季キャンプで覚えさせればいいんだ。ただそれだけのものだったのに。なぜ俺はそれをしなかった。ただ逆にそれをしないという縛りもありなんじゃないか。そうだね。それをしないという縛りでいこうか。サブポジもつけないという。それは厳しいかな。サブポジはつけていいにしようか。サブポジつけよう。じゃあショートのサブポジをつけてね、ショートに転向したいと思います。カオルくんはいいかな。川野をちょっとショートに転向させようか。よし、じゃあこれをドラフト1位で取りたいと思います。ドラフト行きましょう。よし、カオルくんを取りましょう。カオルくんどこ。おお、持ち丸すげえ。おお、すげえこいつ。へえ、カオルくんが一番すごいのか。カオルくん26歳か。結構年いってんだね。よし、じゃあカオルくんドラフト1位指名しよう。年俸高いけどね、カオルくん。ちょっとカオルくんはちょっと年俸高いですね。それはちょっと気になるですか。
見た目が個性的だな。なんでみんなサングラスかけて髪型変にするのかな。そのもつリアリティをね、もつ出してほしいですか。ちょ、カオルくん見ていこうか。カオルくん、CC か。何で作った選手？何で作った選手なんだろう。選球感ついてるし。ムードマロムついてるのはいいね。こっち一気に。むしろ、ナオボーの、アオボーの方がいいんじゃないか。ナオボーつった。ナオボーつっちゃったよ。もう、遠山ナオじゃん、ナオボーってターの。よし、記憶選手。マー君。マーさんが帰ってきました。マーさんが帰ってきて、ポスティング交渉で誰が行くのか？誰も行かないか、ポスティングは。ポスティングは誰も行かない。FA 交渉は、秋山、牧田、丸、浅村、そこら辺か。あ、中田だ。中田の成績リアルだな。今年の成績とほとんど変わんないんじゃないか、中田の成績は。秋山が、あ、秋山ライオンズか。ライオンズじゃないわ。ヤクルトスワローズか。牧田が、ファイターズ。あ、丸が、すごい。ヤクルトだいぶ補強じゃん。あ、これでも、カープ弱くなるんじゃないか。西武3人抜けだ。これはだいぶ弱くなるんじゃないか。これはカープに勝てる可能性出てきたな。ありがとう。ありがとう、FA。重契約。安藤が重契約になってる。あ、福留も荒木、エルドレッド、阿部、村田、久保、直と、小屋の鳥谷、田中健介、和田、鶴岡、ペーニャ、寺内、高橋。すごいな、有名どころばっかなってるの。あ、パラです、ジャイアンツ。ハッセがオリックス。エルドレッドがライオンズ。村田がオリックス。ディクソンがカープ。ジョンソンがヤクルトスワローズ。で、阿部がファイターズ。ファイターズじゃない。イーグルス。海外留学はちょっと縛ってるんでできないです。じゃあ、春季キャンプもやっていこうか。まあ、ここちょっと見せていくか。見せていくって言っても、ほんとやることないからね。賞味全然やることがないんで、軽く見せていこう。低め丸をタミヤに覚えさすか。獅子は何を覚える。それで、ああ、そうだ。河野にちょっとショートにちょっと転向させようか。ショート転向。カオルくんはチャンスアップで覚えるか。平山も固め打ちか。何覚える？弾道でも上げるか。よし、これで練習指示終わってこう。軽くね、練習指示は軽く終わらせます。で、練習指示のあの、この間がすごい長いね。いつもだったらカットしてるんだけど、この間をちょっと埋めるために頑張って喋らないといけないんだけど、俺のトーク力ではもう喋ることがない。そういうこと言ってれば喋りました。あ、近藤じゃない。河野、やっとショート。やっとショートのサポジを覚えさせました。これでやっと、これでやっとショートが漏れる。G6 か。まあでも今までね、適正なしでずっと頑張ってくれたからね。それを考えると全然いいんじゃないか。向こうにも浜口がいたね、ピッチャー。エース浜口なんだ。DeNA ってエース浜口なんだ。とか、すごいな、とか。あれだね。あの、メイの年齢ね。メイの年齢、ちょ、50歳なんだよね。50歳でまだ引退しないっていう、そういうところがやっぱりちょっと尊敬できるところだね。50歳でもまだ俺は引退しないぞって、まだまだ俺は引退しないぞって、そういう意気心がいいよね。オープン戦、はい、オリックス、勝った3連勝オープン戦。オープン戦はカットしようと思ったが、3連勝だったので、カットしてない。みんなオープン戦なんて見たくないでしょ？でも俺はカットしないよ。なぜかというと、その、めんどくさいからだね、カットするのが。よし、じゃあ、ルーキーの、名前忘れた。ルーキーの、カオル。あ、いなくなった、カオル。カオルがいなくなった。で、開幕戦の前ですか。今日はここで、終わりたいと思います。それでは見てくれた皆さん、ありがとうございました。さよなら。